おはようございます。ただいまから二回し議会全員協議会を開会いたします。まずはじめに佐々木議長よりご挨拶お願いいたします。はい、改めておはようございます。全員協議会開催につきましては、議員の皆さん、そして国民の皆さん、大変お忙しい中ご立ち上げいただき熱く御礼申し上げます。国会の内容については今二葉町が令和2年一歩一歩前進するために会場と含めたさまざまな取り組みをやっております。そんな中で議員の皆さんが、やはり町の復興のためにさまざまな取り組みをしていきながら、この公共物をどういうふうにしていくのか、このためにどのような形に持っていくのかということで、それぞれの委員会が検証されて、執行部の方に、その要望書を挙げたということで、それに対する執行部からの今日その内容についての説明を受けるというような形になりますので、どうか市民の中よろしくお願いを申し上げましてご挨拶いたします。よろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして伊沢町長ご挨拶をお願いいたします。皆さんおはようございます。おはようございます。議員閣議におかれましては大変お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。今回の説明事項については、双葉町の復興に関する要望書への回答、さらには令和2年度行政組織の見直しについてでございます。よろしくご審議をお願いいたします。ありがとうございました。3番、説明事項に入ります。進行につきましては、佐々木議長にお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、それでは、暫時の間、進行を進めさせていただきます。説明事項の第一点ですが、双葉町の復興に関する要望書ということで、執行部からの説明を求めます。議長、はい、総務課長。総務課長、はい、はい、おはようございます。それでは、まず1点目の双葉町の復興に関する要望者の回答ということで、昨年12月議会で、町の復興に関する要望書をいただきました。その内容、5項目ございましたが、その内容について説明させていただきます。各課にわたる部分もあるんですが、私の方から説明させていただきます。まず1点目です。既存公共施設の、使用の可否決定を早急に実施のこと、これにつきましては、まず括弧1ですが、既存公共施設の使用につきましては、別紙、これは5ページなんですが、これ後ほど、触れます。別紙の方で一覧を添付してございます。それから括弧2ですが、この既存公共施設の中で、解体方針としているものにつきましては、環境省と調整の上解体を進めていきたいと考えております。それから括弧3ですが、歴史民俗資料館など、8つの公共施設ですが、これについては、令和2年度に現状回復に要する費用を算出する調査を行いたいと考えております。この調査結果をもとに利用の可否を判断していきたいと思います。括弧4ですが、既存公共施設の解体後の跡地ですが、これにつきましては民間活力も視野に入れながら町の復興に資するような利用方法を幅広く検討していきたいと考えております。括弧5、既存公共施設の使用の可否決定等については今後ともスケジュール感を含め、議員の皆様に情報提供してまいりたいと考えております。それでは5ページご覧いただきたいと思います。5ページ別紙ということで、特定復興再生拠点区域及び避難指示解除準備区域内にございます、公共施設の対応状況ですね、これについてまとめております。それぞれ説明をさせていただきます。まず総務課ですが、役場本庁舎、これについては環境省基準で半壊となっております。今後は庁舎としては利用しないということで思うと考えております。解体の方向で調整を進めていきたいと思いますが、現在庁舎内にあります公文書書類等の保管、それらをどうするかという課題がございますので、それを整理した上で、進めてまいりたいと考えております。次に町営住宅の関係ですが、これにつきましては、
被害調査にですね、早急に実施をしてまいります。解体を前提にですね、入居者との調整を早急に進めてまいりたいと考えております。次に旧商工会館ですが、大規模半壊となっておりまして、こちらはふれあいクラブの事務所となっておりますので、ふれあいクラブとの調整を進めまして、解体をしてまいりたいと考えております。次に教育総務課関係ですが、歴史民俗資料館、図書館、双葉中学校、学校給食センター、双葉北小学校、双葉南小学校につきましては、半壊となっ、環境省基準で半壊となっております。これらにつきましては、まずは、今後のですね、利用の可否を、調査をさせていただきたいということで、令和2年度にですね、復旧費用にどのくらいかかるかの調査を委託させていただきたいと考えております。で、その結果をもとにどのように利用していくのか、その辺の判断をしてまいりたいと考えております。次に双葉幼稚園ですが、これについては半壊ということですが、これは解体ということで進めてまいりたいと思います。次に各行政区にございます地区公民館ですが、これにつきましては現在ですね、被害調査を進めるべく各行政区長と調整をしております。で、各行政区長の方にこれらの公民館をどのようにしていきたいのかということはちょっと今意向を確認しているところでございます。中にはまだ具体的に決めきれてないというようなところもあるようですけれども、地元行政区の意向ですね、最大限踏まえまして、利用の可否を判断してまいりたいと考えております。次に健康福祉課ですが、総合保健福祉施設、ヘルスケア双葉ですが、これについては半壊に至らずということでございます。次年度復旧調査を行った上、利用の可否を、判断していきたいと考えております。次に児童館、青年婦人会館、ふれあい福祉会館ですが、これについては半壊となっておりまして、解体の方向で進めてまいりたいと思います。次に産業課の、コミュニティセンターですが、被害調査については町の方で実施しておりまして、現在一時帰宅される町民の方の休憩所として、利用をしております。これにつきましては、前にご説明しておりますが、来月3月4日に役場の連絡所として解消をすることで進めております。さらに後ほど説明いたしますが、コミュニティセンターについては既存公共施設の活用をするということで非常に重要な施設と考えておりまして、令和4年春頃の基調開始に向けて役場機能の一部を役割っていけないかということで検討しておりますので、これについては後ほど説明させていただきます。で、調査関係につきましては、来年度復旧調査を進めた上、利用を前提にですね、改修の設計や改修工事、これ令和2年度、令和3年度にかけて行っていきたいというふうに考えております。次に、人休みどころふれあい、これは新山地区にありました、タクシーの待合場ですけれども、これについては半壊となっておりまして、解体で進めてまいりたいと考えております。次に住民生活課ですが、公衆トイレ、鬼木と新山、2箇所になりますが、これについては半壊となっておりまして、これも解体としてまいりたいと考えております。公共施設の状況については以上でございます。1ページにお戻りいただきまして、2つ目の役場庁舎教育施設の設置計画策定に関してでございます。2ページをご覧ください。まず役場庁舎でございます。役場庁舎に関する整備の考え方について述べさせていただきたいと思います。丸1、役場機能の再開場所についてはこれまでもご説明してきましたが、双葉駅周辺を中心とする復興まちづくり構想との整合を図る観点から、双葉駅周辺での役場機能の再開について、
双葉町復興まちづくり計画推進会議において検討を行いました。この中で双葉駅周辺のうち特に街中再生や中長期的なにぎわい創出の観点から駅東側に役場機能を配置した場合国道6号からのアクセスが容易となり既存公共施設の利活用に加え駅東側の街中再生ゾーンの中核施設となり規制市街地の復興再生を進めていくことができるものと考えております。このことから役場機能の再開にあたっては令和4年春頃の特定復興再生拠点区域全域の避難指示解除と住民帰還開始時期を見据え双葉駅の東側で既存公共施設の活用を前提にまずは双葉町コミュニティセンターを活用することを基本に一団地事業で整備する東側駅前広場に役場として必要最低限機能できるような簡素な庁舎を段階的に整備する案を中心に検討を進めてまいりたいと考えております。なお令和2年度当初予算に新庁舎整備基本構想策定にかかる経費を計上してまいりたいと考えております。次に括弧に教育施設でございますが、まず1、現在町内の幼稚園学校施設からの私物取り出しに関する意向調査を実施しております。調査結果をまとめ私物取り出しを実施してまいりたいと思います。私物取り出しにあたっては東京電力ホールディングスによる学校施設内の清掃一部整頓および備品等の放射線量測定を行い今年夏休み期間中に私物取り出しを実施する計画です。次に2、将来の学校再開に向けた取り組みでございますが、今月開催予定の双葉町総合教育会議において、学校在り方検討委員会、括弧仮称ですが、この設置等について協議する予定としております。本年9月頃には、学校在り方検討委員会、括弧仮称を設置し、学校再開に向けた具体的な取り組みを議論していく考えでございます。続きまして3ページご覧いただきたいと思います。3つ目の中間貯蔵施設設置等影響緩和交付金の現在の使途変更を国と相談し、自由度の高い交付金として使用できるよう国に変更を要望することについてでございます。当該交付金の使途拡大についてはこれまでも国に要望しているところでございます。具体的な充当事業については直接環境省と事務的な協議を進めております。その結果令和2年度において産業交流センター維持運営事業において当該交付金を充当する見通しとなりました。今後も当該交付金の使途拡大について国に要望するとともに具体的な財源充当についても個別に協議を進めてまいりたいと考えております。次に4つ目の町内のインフラ整備を早急に実施することについてでございます。まず括弧1の上水道でございますが、双葉地方水道企業団による中野地区復興産業拠点への接続点までは施工済みとなっております。そこから先の中野地区復興産業拠点内ですが、一部を除き今年度末まで整備予定となっており、一部南側についても7月までに整備する予定となっております。また、避難指示解除区域となる諸竹地区においては、引き続き修繕対応を実施しております。今後の特定復興再生拠点区域内での上水道整備ですが、排水管の整備後に季節管を修繕しながら、宅前まで給水できるよう、双葉町水道企業団で進めてまいりますが、双葉駅西地区においては、上水道整備を含めた一団地整備事業が令和3年度まで実施される見込みとなっております。次に、括弧2の下水道でございます。令和4年春頃の特定復興再生拠点区域の避難指示解除までに協業開始を行うべく、処理場建設、管路の災害復旧の実施工程表を作成し、計画的に整備復
旧を行っております。次に括弧3の道路歩道ですが、シンボル軸を中心とした道路網の整備を計画的に行っております。また被災した道路の復旧整備も上下水道等の工事と調整しながら進めているところでございます。最後に5つ目の中間貯蔵施設輸送トラックの運行と町民等の交通安全のため、特に輸送道路の樹木の搬問による事故防止のため、関係機関部署との連携により方策実施のことについてでございますが、1月中旬に福島県富岡土木事務所総合建設事務所担当職員と現在輸送が行われている国道288号、さらに今後輸送が行われる県道井手長塚線の現場を調査し、伐木箇所、交通安全施設の整備必要箇所を確認し、県に依頼して現在整備を進めているところでございます。以上が要望書に対する回答内容でございます。説明は以上でございます。はい、ありがとうございました。今平山総務課長から大きく5点の要望についての回答をいただきました。これらについて一括にて、議員の皆さんの質疑を許可いたします。何かございませんか。はい、菅野議員。はい、一番最初、歴民なんですけど、あそここの前水19号の時ちょっと上がったのかなっていうのがあるんで、万が一これから再生する作る直すにあたっては、そういう水害とかね、そういうところに強いところ、万が一の時にこの避難場所になる可能性が非常に高いところですよね。そういう公共施設は、そういうのもちゃんと見てね、やっていってほしいなと。また今年も海水温が2度ぐらい高くて、要は台風とかそういうものが来るんじゃないのかなという予想されるようなテレビがかなりやっているので、そこはお願いしたいと思います。あと、令和2年度に投資予算の中に新庁舎あるじゃないですか。新庁舎ってすぐ作んなくちゃならないのかなと思うんですよ。それは多分住民の帰ってくる部分とかそういうのを置いて、今、いわきこの、ここがもう本当の、要は拠点じゃないですか。それを見ながら、コミセンね。コミセンの方で様子を見てから、機関の様子を見て、新庁舎を作るのも一つなのかなって。まあ、本当に5階建てぐらいにして、下1、2階を役場にして、まあ本当、商工会とかいろんな事務所を入れて、やるような計画でもいいのかなって、一個一個作るとお金がかかるんでね。そういうような方向性でお金のかからない、ちゃんとしたものを作る方向のものをあれしてもらいたいなと思います。あと学校ですよね。検討委員会はいいんですけど、検討委員会って結局は、子供を持ってない人たちが話してるんですよね。そこはもう子供を今から入れる人とかそういう人たちのを中心にやらないと、もうおじいちゃんおばあちゃんがね、子供のことを話しても戻るか戻らないかっていうのは、確かに自分は戻りたいかもしれないけど、若い夫婦が戻らなかったとかそういうのがあった時に、規模的な問題が出てくるんで、そこはもう検討委員会のあり方を今までとは変えてやってほしいなと思います。あと、3ページの中で今後も交付金、中間貯蔵影響緩和交付金、あれこれ自由度が高いって町長僕ら勧めされてたんですけど、自由度が高い交付金だから受け入れて中間貯蔵を受け入れたんですけど、自由度が高くないんだったら中間貯蔵ちょっとストップしてもらえばいいだけの話だと思うんですけど、そこら辺の交渉をしっかりしないと騙されてるような格好になるんで、そこら辺もちょっと答えお願いします。あと5番目に中間貯蔵ありますよね。これ町民が戻るときに通行証とかいろんなものが必要なんですよね。地元企業が戻るときに。今、この中間貯蔵に入るのに、顔パスみたいなのが入ってるっていう話もあるんですよ。通行証出さなくても、ある、まあ、名前までは言わないですけど、あるゼネコンさんの系統が大熊から持ってくるときに、通行証もそんなあれもなく、入ってるって話をちょっとお聞きするんですけど、これ、国に管理を任せて、そういうのを、どうなんですかね。であれば、私どもの町村に関しては、カードなり何なりね、証明書を発行して、いつでも借りれるような状態にしてあげた方が、
工事の方が優先なのか、うちに戻るのが優先なのか。僕はどっちかというと帰還したりなんかする、自分の家にね、戻ったりなんかするのに、日本の法律上でありえないことですよね。自分家のに帰りますよって言ったときに、自分のもの、土地に行ったりなんかするときに、まさか許可を得て帰るなんていうのは、ありえないことを今、東京町民はやってるので、ちょっとそれは逆なのかな。それは調査してちゃんときちっとやってほしい。で、ましてや、町内の会社で一生懸命ね、自分たちの町の復興をやってる会社であれば、それは、まあ、やむを得ないのかなと思いますけど、全然違うところから来て、そんな顔パスみたいなやり方をされては、ちょっと納得がいかないのかなと。だからその国との調整もきちっとしてもらわないと、そういうことが出てきてるっていうのは一つですよね。あと、5ページに行きまして、これ前から言ってるんですけど、一番上の町営住宅の解体前提として入居者の調整ってなりますけど、これもう先に書類は取んないと、これ、町営住宅とかそういうところに入ってる人たちって、お年寄りの方多かったんで、また今度、息子さんが海外に行ってたら亡くなったら何したって言ったら、これ何十年でかかるような、壊せないまんまになってしまうんで、そこの調整部分を、もう令和2年ではもう早くやんなくちゃなんないのかなと思います。あと、教育施設については、これはもう本当に直すんだったら建て替えた方がいいんじゃないのかなと。本当にやる気があるんであれば、中途半端にお金かけるんだったら、ちゃんとお金をかけて、長く使わなくちゃならないわけじゃないですか。そう、子供たちに関しては、当庁はね、財政が困難な時にも、そこはあれしないって、文教の町、双葉町っていう、あれもあるので、こういうものにお金をかけるのは、やっぱり、筋じゃないのかなと思います。だから教育委員会の方は本当頑張ってもらって、町として補助金を充当できるようなシステム作りをしないと、これはまずいなと思います。あと、まあ、半壊とかは本当にちゃんとやってもらうのと、コミュニティセンターも中途半端に直すんじゃなくて、直すときはがっちり直してもらいたいんですよ。災害が雨漏りがあるとかそういう話もいろいろあるので、そういう調査はきちっとして、直すんだったら後で手直ししないように直してほしいなと思いますので、そこら辺をちょっとお答えください。はい。それでは菅野議員の質問に対して、上って、説明をできるものに説明してください。はい、教育総務課長。はい、議長。はい、橋本教育総務課長。はい。まず一番最初の歴史民俗資料館についてでございますが、先ほども総務課長からお答えがあったように、今回、内部の調査を実施いたしまして、それの結果によってですね、再利用していくかどうかという判断をしていきたいというふうに、まずは考えております。で、先ほど言ったように、その災害に強いですね、あそこは町民グラウンドというようなことがあって、避難する場所に指定されていたかと思います。そういったことも考えまして、水害に強い、災害に強い、そういったようなことも観点において、施設の今後の検討について、図ってまいりたいと思います。以上です。はい、平井総務課長。はい、2点目の新庁舎についてご意見いただきました。まずは小見線で、スタートして、で、気象状況とも見ながら、新たな庁舎整備考えていってはいいんじゃないのかという話だったと思いますが、こちらの回答の内容にも書いてあります通り、新庁舎につきましては段階的にですね、その整備するという方向で、検討していきたいと考えております。令和4年春頃には、特定拠点全域の避難指示解除、住民帰還開始が始まるわけですが、このタイミングではまずコミュニティセンターの方でですね、役場の方をスタートさせていければというふうに考えております。これは一応です。検討委員会のやつ。じゃあ、はい、一応。はい。私は教育省。それでは、先ほど菅野議員から、ご質問と、あとはご意見等ありがとうございました。これ、あくまでも仮称で、学校あり方というふうに私もちょっと表現させていただきましたが、皆さんとこう一緒に考える際に、学校のあり方っていうと、2つ考えられると思うんですよ。現在の学校をどういうふうにしていくか。
ということですね。あともう一つは将来の学校をどうするかというところで、今この段階では前者の現在の学校施設の在り方ということで、今私としては考えていきたいというふうに考えます。あと先ほどですね、菅野議員からも意見として、今の双葉中学校、北小、南小の施設はどうなんだと、もう別な方っていうのも本当に貴重なご意見ですので、そういったことも踏まえて、今度、それらの施設についてですね、令和2年度復旧調査を行って、その結果を踏まえながら、そして考えていきたいと思いますし、あともう一点、構成メンバーについて、本当に貴重なご意見ありがとうございます。それぞれ先進的な町村で今、復帰して学校行ってるところと、教育長たちともいろいろなこう話し合い、協議をさせていただいてますが、どんなふうにして学校再開したかというそのプロセスも含めて、いろいろ私も勉強を研究させていただきながら、双葉町によって一番いい形で進めていきたいな、そんなふうに思いますので、構成メンバーも本当に幅広くいろいろな形からですね、ちょっと進めていきたいな、そんなふうに思います。以上です。はい、それでは自由度が高い、中間の、はい、町長。中間貯蔵施設設置と影響緩和交付金の件です。この件につきましては、先ほど菅野議員から、自由度の高い交付金というふうなことで、我々認めたわけだと。だけども、さらなるいろいろな、ハードルがあったり、ということのご指摘だと思います。そういったことについて、当然、もっともっと自由度の高いような取り組みをしていくために、今、国に交渉をして、こちらとしてももっと自由度の高いような調整をしていきたい、そういうふうな考えでおります。通行証の件については、どっち、はい、長野課長。加野議員の方から、ご質問のありました、中間貯蔵施設の車両関係のパスの絡みですけれども、おっしゃる通り、住民優先の方で私どものでは進めてはおりますが、一方で中間貯蔵の車両の方がかなり多くなっております。そのために、環境省の方では ETC 化とかで、今進めているわけですが、基本はやはりチェックということでもありますので、その点は環境省並びに、内閣府と町とで引き続き協議して進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、総務課長。はい、町営住宅の、被害調査の関係ですが、これについてはだいぶご指摘も受けてて、ご指摘を受けている状態でございますので、これについては本当にスピード感、それからスケジュール感を持って早急に進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。はい、教育省。はい、先ほど菅野議員から、新しい施設をどうだというご意見ですね、それも含めてさっき言った学校在り方検討委員会のその後にですね、この双葉中学校、北小、南小の施設を今後どうするか、それを使っていくのか、または解体するのかという方向も これからの検討の中で話を進めて、そして別なところに行っているんだったらそういう意見もということで、今度はまた在り方というよりも、これも過小ですいません、未来の学校推進協議会とか、そういった将来の学校についてどんなふうなものにしていくかというのは、やっぱり、そういった知見者も含めてですね、検討員メンバーに添えながらそんなの進めていきたいと思います。でも本当に新しい施設もう9年10年目をこう、迎えるわけですので、そういった新しいコンセプトで進めていくというのも大変貴重なご意見だと思いますので、そんなところ頭に入れながら検討してまいりたいと思います。ありがとうございました。コミッセンは、はい、滋賀課長。今菅野議員からのご質問でございますが、コミュニティセンターに関しましては、3階部分、2階から上でございますが、今後新年度で区体調査をさせていただきながら、来年度は2年度の工事としましては、シアター等も機能回復を図っていきたいと思いますので、それと同時に、調査に基づき、一緒にこう全体的に考えていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。はい、説明終わります。はい、菅野議員。再質問ってことなんですけど、先ほど言ったレギミンに関しては、グラウンドに水上がってますよね。
グラウンドに水上がってるんで、調査する前に、もうそこでいいのかどうなのかっていう評価が最初に必要だと思うんですよ。避難場所、水害の、台風とか来た時に、じゃああそこのグラウンドに置いて、学校なり何なりって言って、まあ、入るところなければ、歴民にも入らなくちゃならなくなるし、脇に川があるわけじゃないですか。だそこの見直しも最初からちゃんとしないと、きちっと水害対応とか何もできてなかったって言ったら、実際今のままのチャンスって言い方はおかしいかもしれないですけど、これで不備があったらまずい状況に双葉町はあるわけですよね、何かあったら。だそこも含めて、検討をお願いしたいなと思います。あとですね、総務課長、令和4年に帰還が始まるっていうのは、これはあくまでも予定で始まらないですよね。あくまでも目標ですよね、これね。令和4年っていうのは。春頃は目標であって、それを町民の皆さんが聞いて、令和4年にはもう帰るっていう話をしてるんですよ。帰んなくちゃなんないんだって話になるんで、あくまでもこれ、今後の説明とかそういうの中で、令和4年は目標だと思いますんで、それに、完全に帰還できる。っていうわけではないので、まあ、言葉のあれですけど、ちょっとそこら辺は考えてほしいなと思います。あと、新調査のあれ、始まるのは、構想と始まるのは、有なんとかさんとかそういうとこでやるんじゃなくて、双葉の町としてどうなのかっていう検討委員会の方がいいと思うんですよ。よそのところが確かにそんなような実績あるかもしれないですけど、よその人が来て、ね、例えば本当に自分のうちによその人が来てこういうふうにした方がいいですよ、こういうふうにした方がいいですよって言っても、あくまでもその人たちが使いやすいだけで、本当に住んでる人たちが使いやすいかどうかっていうのは分かんないと思うんですよ。僕は今回ね、産業拠点とかそういう中でもちょっとどうなのかなっていう部分が往々にしてありますので、検討委員会とちゃんと開いて、僕は期間が始まってから 1,2 年見て、その補助金とかそういうものに対しては、そういう交渉で僕はいいのかと思います。でないと、家庭でやってしまうと、住民がほとんど帰ってきませんでした。役場調査が大きかったです。もう何に使いましょうとか、そういう問題じゃなくなっちゃうんで、やっぱり現実を見て、地に足をつけたような役場調査を作っていただきたいと思いますので、これは、投資予算に入れるのはわかるんですけど、そう先走ってやることじゃないのかなと思う。あんまり大きいもんだと、やっぱり維持費がかかるので、そういう双葉町は本当に財政困難になった町なんで、同じようなことはしてほしくないと思いますので、それはお願いいたします。あと、学校ね、あり方わかるんですけど、幅広いっていうのはわかるんですけど、幅広い上の方の人たちの意見だけで、町づくりもそうですけど、若い人たちが出てこなくなったっていうのは、上の人たちで勝手に決めちゃうような話になって、意見を聞いてもらえないって話が、今まで双葉町のこういうもん、あれではいっぱいあったわけですよね。そしたら本当に使う人たちの親とかそういうところの意見をちゃんと、汲み取らなかったら、何の意味もないんですよ。確かに経験は大事だと思いますよ。だけど、江戸時代に生きてる方が今の時代のことを言ってるようなもんだじゃないですか。昭和の方が、古い方が言ったって今の時代にはついてこれないんで、そこら辺はやっぱり改革すべきことは改革しないと何の意味もない検討委員会になってしまうのかなと思います。若い人たちの、つかその子供たちが本当にいいようなあれになるようなものを作ってほしいし、そういう方向で行ってほしいと思います。まあ大人の都合、学校二つあったから先生ってありますよね。先生とかそういう問題もありますけど、そうじゃなくて、大人の都合じゃなくて、子供たちの都合に合ったようなものを、こういう検討委員会ではきちっとやっていただきたいなと思います。あと、中間貯蔵影響緩和交付金なんですけど、結局は僕らも騙されてるわけですよね。こんな言い方したら悪いですけど、国と交渉するときに、じゃあ本当に自由度の高いっていうのはどこまでなんですかっていう話をして、書面上で書いてもらって、今後交渉していくしかないと思うんですよ。自由度の高い道路も全部きれいに直して全部やりますよ。全部やってないんですよ。環境省はね。その中で、ただ黙っているだけじゃなくて、行動に移さなかったら、町長何の意味もないんですよ。自由度の高いってどういうことなんですかってなるじゃないですか。自由度の高いってのは9項目でしたよね。多分ね。その中の自由度ってそんな9項目で抑えきられるのかなって。逆にこっちの意見をどんどん聞いてもらうように、
な感じにしないと僕はダメだと思うんで、そこは町長として受け入れたので、ちゃんと戦ってきていただきたいなと思います。あと通行証の問題なんですけど、通行証は逆に言えば本当に双葉町の国とか環境省とかそういうのが、課長頑張ってらっしゃるんで、こっちの言うことを聞いてもらうようなシステムを作ってほしいなって、これはぜひ町長お願いします。ある程度批判を受けるのはこちらなんですよね。本当双葉の執行部になるんで、国とか勝手にやりたい放題でやって自分たちの言うようにやってるんで、やっぱりそうなるとこっちの双葉町の方に合わせてもらうようなシステム作りをお願いいたします。あとコミュニティセンターに関しては、今後がっちり直してもらって、きちっと使えるようによろしくお願いいたします。よろしいですか。はい、はい、それではその他、はい、早間議員。一点なんですけども、今ほど菅野議員さんが自由度の高い中間調査影響可能交付金ですか、318億ね、これ自由度の高い交付金をある程度いろんな項目に変えてもらった変えて国が出して起こしましたよね。じゃあその変更した理由って町長さんがその場にいた人たちは聞いているんでしょうか。自由度の高い交付金って私たち町民も全部聞いてるのに、その自由度が高くなく変更した理由って何か国かどこからか聞いていますでしょうか。自由度が高くなってきてますよね。だからやっぱりその辺はじゃあ双葉町の行政って 何もできないから国で決めて、その389億の自由度って言っておいて、あとダメだ、それでは双葉町の仕事がダメだからって、もう行政ばかりされてるような感覚じゃないですか、国から見れば。そんであってはならないと思うんですよね。やはりこれだけ人口7000人全部が避難してるんだから、いろんな細かいところにお金は出ると思うんですよ。で、そのために出した自由度の高い交付金って、私たちも何度もほら一般質問してるんですけども、やはりそのために出した交付金だってほしいなと思うのに、そのなんでそんないろんな9項目つけたり、なんか国はしたのか、その辺のことは、その時契約した、で言ったであろう、その本人たち、町長をはじめ皆さん、聞いてるのかなって、私、今、ちょっと頭を読みたもんですから、それちょっと質問させていただきます。9項目を決めた理由でしょ。理由ってこと？ 9 項目を決めた理由か、当初。いや。じゃあ自由度高くないよって389億をね、自由度は高くないけどこういうのに使ってくださいよって最初から出してくれるならいいけど、ただただこの自由度の高い交付金って私たちこの日本語自由っていうか相当自由だなと思ったんですけど、高くないじゃないですか。だからその辺がそういうことです。変更した理由っていうのは本当に聞きたいですよ。何度も言いますけど、お金のことを一番お願いします。町長、早間議員からご指摘ありました中間調査と影響緩和交付金の自由度の高いという話につきまして、当時9項目のものに関してかなり自由度が高いような状況であったように我々思いまして判断をさせていただきました。しかしながらその後まだまだ自由度の部分で改善するべきものがあるだろうというふうに思いますので、今後国にはしっかりとそういったことも含めて交渉していきたいと思います。よろしいですか。はい、はい、それでは尾形議員。私の皆さんへの質問は、この町の議員から双葉町の復興に関する要望書ということについての1番から5項目、5番までの5項目の総括的な、なんていうんですかね、回答の仕方といいますか、やはりこう、一番のメインとなるトップに来ているのは、令和4年春っていうことになると、あと2年後になるわけですよ。あと2年後、双葉町は変えれる状況にあるのかっていうのは、今、前出した議員さんの意見、最もだと思うんですが、
まあ、基本的に私も頻繁に双葉町には行ってて、まあ、基本的にその令和4年の春の解除っていうのは、まあ、放射線量っていうことがベースであると。でそれは町として住むっていうことよりも、もう出入りが自由っていうか帰れますよと。住むということとはまた次元が違う。で私が今これから言いたいのは、じゃあ令和4年にいただいた資料の中でもその公共施設の復旧の状況とかですね、あとはその経済的なバックアップするような予算面とか、まあ、そういうことを総括するような形だと、まちづくりの計画書の中の流れできてると思うので、まあその令和4年に今の状況が大体どこのセクションどこのセクションが何割ぐらい来てるのかっていうようなものがね、やはり視覚的にあるいはその頭の中で理解できないと、その2年後ですから準備も何もちょっと考えにくいんですよね。っていうことは令和4年の春までにはこれとこれとこれは最低限できてます。しかしながら他のものはその後3年後とか、そんなふうな、やっぱり令和4年を起点として前後を含めての進捗状況というか完成度というか、そういうものをねもう少し見せていただけるような、まあ工程表もしくはその図表的なものを、まあ町長の方にはねちょっと町民の方にこう示していただけるような気持ちを持っていただきたいと思うんですが、いかがですか。町長でいる。はい、町長。はい、大型議員からの、まあ、総括的というか、包括的な質問になってますけれども、特に特定復興再生拠点区域の、まあ、令和4年春の避難指示解除目標ということで今取り組んでいるというのは、まあ、皆さんご存知の通りです。まあ、その中で特に中心的な、まず居住、戻ってきた人たちが住む場所というのが一番大切だと思っています。まあ、そういったことで、駅西が特に、特化して、住民の皆さんが戻れるような環境、まあ、放射線の低減だったり、生活するためのインフラであったり、そういったものをまず、いの一番に、達成しなくてはならないだろうと。それ以外の部分に関しましても、当然、令和4年春が目標ですから、いろいろなインフラ、放射線の低減だったり、取り組みをしなくてはなりませんけども、一括的に555ヘクタール全部がそういうふうなインフラの整備も、完璧にできるかというと、なかなか厳しい状況だというのは、まあ、ご理解いただけると思います。そういったことで、それぞれの、いわゆる、避難指示解除した時の、進捗状況を、それぞれのエリア、まあ、いろいろな、建設する予定のものであったり、公共事業のいろいろなものであったりを、だいたいこのぐらいの進捗だということで、出してほしいということだと思うんですけども、そのことについては、しっかりと検討して、やらさせていただきたいと思います。はい、大和田議員。まあ、そういうことになるとは思うんですが、私としては、やはりこう、今までの質問の流れの中で、その具体性という部分での数字であるとか、まあ、そういうものを明確にした方がいいだろう。で、これ、いただいた資料を見ると、まあ、令和2年って今年じゃないですか。で、その公共施設の復旧事業等についても、今の状況は言えるけども、今後の状況については、まあ、先ほどの、議員さん二人の質問も含めて、今後の方針とか状況について、町長の方からこういうふうな強い気持ちっていうことが、ちょっと、いかさか見えてないかなっていう部分があるんで、その現状を報告するっていうことだけではなくて、やっぱり、今後の方針としてね、理想論を語るのではなくて、町長の気持ちというか、そこをやっぱり聞きたいのが、やっぱり住民の人たちの本音だと思うので、まあ申し訳ないけど、ちょっと難しい、お願いします。はい、町長。強い気持ちっていうのは十分持ってます。ただ、経験にこれがいつっていうことを言ってしまっては、これまさに発言としてね、不適切になってしまうだろうと。これはいろいろな工事の契約とか、施工の時期とかいろいろありますし、そういったものに関して、ですから、できるもの、できないものもありますし、そういったものを
しっかりと検討してお答えできるようなものはお答えしていきたいと、そういうふうに思っています。よろしいですか。あの回答だけどね。まあ、ただやっぱり一般の人たちはその人の心を動かすという部分のモチベーション的な部分では町長の意見というのはすごく大切だと思うので、そこのことは強くね、あの自分の心の中に持っていただかないと申し訳ありませんが、お願いします。はい、その他ありませんか。もしなければ、ここに関する要望書の内容の回答については以上で終わらさせていただきますが、よろしいですか。はい、ありがとうございます。それでは次に令和2年度の行政組織の見直しについてということで、これは総務課課長。はい、議長、総務課長。はい、令和総務課長。はい、それでは2点目の令和2年度行政組織の見直しについて資料により説明させていただきます。今回の行政組織の見直しの目的でございます。1番目に記載しておりますけれども、双葉町での、まあ、復興が進んでいる中で、営農再開の推進や農業施設復旧など、これらが、まあ、現在課題となっております。まあ、これらをより加速させていくため、農業部門の体制強化を図るとともに、商工労政部門の見直しを行っていきたいと考えております。2番目の見直しの概要でございますが、まず、括弧1、産業化の業務の見直しを行っていきたいと考えております。現在、産業化につきましては、農林土木係と商工労政係の2係で業務を行っております。先ほど申し上げました、組織見直しの目的を進めていくために、新年度から、現在の産業化を農業振興課に課の名称を改めた上、農業振興係と農林土木係の2係体制としたいと思います。このため、課の名称が変わりますので、双葉町課設置条例の一部改正を3月定例議会に提案してまいりたいと考えております。農業振興係につきましては、東日本大震災に伴う営農再開を中心にした業務を進めてまいりたいと思います。また、農林土木係ですが、農業用施設の復旧、整備、これが課題となっておりますので、これらを進めるということで、中心的にですね、行っていきたいと考えております。次に、現在産業課で持っております商工労政係ですが、これについては、他の課の方にですね、業務を移管してまいりたいと思います。括弧2でございますが、まず、商工労政係の中にあります、野馬追祭の振興に関する部分でございますが、これにつきましては、伝統文化の継承という観点から、教育総務課の方に移管してまいりたいと考えております。二つ目に、双葉町コミュニティセンターの維持管理に関する部分でございますが、まあ、これにつきましては先ほど申し上げましたが、役場機能再建をはじめとする公共施設の利活用、これらを進めるという観点から、総務課の方で担当してまいりたいと考えております。三つ目の支援物資に関することでございますが、これについては生活支援という観点から、現在の生活支援課の方で担当してまいりたいと考えております。4つ目、その他の商工労政係の業務につきましては、復興推進課の方で担当してまいりたいと思います。これにつきましては、町内事業者の事業再開支援、さらに雇用確保策の推進、さらに商工業及び観光の総合調整、産業交流センターの運営管理など、これらを担っていきたいと考えております。つきましては、現在産業課で、失礼しました。復興推進課で、担当しております賠償対策係ですが、これについては、生活再建支援との関連が非常に強いことから、生活支援課の方で行っていきたいと考えております。なお、関係する新年度当初予算の部分につきましては、まあ、新たに見直しされる後の、担当課の方で、予算を計上しておりますので、
まあ、議案審議の際には、そちらの方から、新しい課の方から説明をさせていただきたいと考えております。説明は以上でございます。はい、説明終わります。行政組織の見直しについて、今、総務課長から説明を受けました。これらについて、議員の皆さんの意見をお伺いいたします。変わりませんか。はい、菅野議員。職員数、職員とかそういう面では、こういうふうに振り分けしても大丈夫なんですか。例えば産業課の方でね、こうやって仕事を他のところに持っていくよってなったからって、人数減らしたりとかそういうふうにしないで、ちゃんとした運営ができていく、いけるのかなっていうのがちょっと不安なんですよね。今現時点見てても、その各課で、それが本当にスムーズに人数から何からっていうので進んでるようにはちょっと見えないかなっていう部分があるんですけど、そこら辺はやっぱり総務課長、各課長、まあ、町長、副町長、総務課長あたりがちゃんと課長に確認の上で、こう、今後、そういう面も改革していかなくちゃならないと思うんですけど、そういう面に関してはどういうふうに考えてるのかなっていうのを、まあ、例えばの話ね、今の職員数で足んないんであれば、今こういう状況っていうのは先ほど言ったように、日本で初めてで、まあ自分の、まあ町に役場機能がなくてやってるっていうのは、非常に厳しい状況なんで、それに対して今後定数ね、上げても下げても、上げる部分も必要なのかなと思うんですけど、そういうことも考えて、こういう、なんつうの、課の組織、行政組織の見直しをしているのかなというのが、ちょっと不安なんですけど、そこら辺。議長。町長。はい、今、菅野議員からご指摘ありました、この業務の見直しをすることによって、仕事の平準化がちゃんとできない可能性が、まあ、できないことにならないかという、まあ、ご指摘だと思います。まあ、その部分と、職員定数、まあ、も含めて、職員の配置がしっかり行われているのかと。まあ、そういった場合、もし職員の数が不足であるならば、定数条例も含めた検討したらどうかというふうに私捉えさせていただきました。そのことにつきましては、今年の当初の中で構想として持っておりますので、後ほどそういったことに関して説明をさせていただく機会がありますのでよろしくお願いしたいと思います。その他ありませんか。それでは説明事項が終わりたいと思いますが、その他がありますから、何かその他でありますか。ない。ないですか。はい。それではその他もないということですので、以上で説明事項を全て終了させていただきます。以上をもちまして、全員協議会を閉会いたします。ありがとうございました。